遊郭編始まって、やっぱね綺麗ですね、映像が綺麗よ。今週グリーンコン多いんですよ。そう、一気にね、あの楓の卒業発表以来グリーンはやってなかったので、かなり久々なんですけど、頑張ります。心配だよ、大丈夫かな。公園の確認するやつ。昨日はラジオお疲れ様、メールも読んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。送ってくださってありがとうございました。こんな色が見たドリンク嬉しいのだ。クロちゃんさん可愛い、ありがとうございます。グリーンコーン、グリーンコーン多いよ。可愛いさんファイト、ありがとう、頑張れ。めっちゃいるとなんか気持ちになってしまうよね。あの腕の方に届けない思い、愛だと思う、あの僕に聞いた君の僕が今の僕が僕が、やばい、ちょっと不安だ。終年で記憶がね、飛んじゃってそうだな。ありがとう。思ってた。そうですね。非常にで見れる人数もちょっと増えるのかな。なんかさ、かわいい、ありがとうございます。たかっぴさん、ありがとうございます。昨日の鬼滅はね、すごいやっぱ映像綺麗で ね始まったなって感じですね。なんか主題歌、エメさんの主題歌めっちゃ良かったね。うん、いや
秋ライト始まったよ。なんかもうトレンドがすごかったもんな。トレンドが鬼滅関連のトレンドになってましたね。うつりさんかっこいい、かっこいいな。マニキュアとかしてんのもね、ギャップ、かっこいいよな。コンチャス二次検査で、二次検査引っかかったの。迫力すごいですよね。まあね、全員かっこいいですけどね。かっこいいね。明太ワイドにインタビューされた。なんか天神らへんインタビューしてる人多いよね。インタビュー多いっていうか、インタビューしてるの見かけることが多い。もう昼だよ。12時過ぎ。真犯人フラグを見たけどさ、いや分からんわ。真犯人フラグ2クールあるから、ちょっとさ長いね。私的には最愛っていうドラマが2クールあってほしかったな。ツッキーさん小判10個ありがとうございます。早くスッキリしたいよな。真犯人フラグちょっと謎多くて、もう分かんない。大事で黄砂がインタビューしてるとこ見たことない。黄砂結構あそこの なんだあそこのなんていうんだ、 きらめき通り、あなんかさ、あの通りでインタビュー多いですよね。怪しい人多すぎる。真犯人フラグちょっとね、なんだろう、ちょっと怪しい人多いな。確かに多いし、わかんないんだよ。その伏線的なものがなんかいっぱいありすぎて、ちょっと2クールだからまだ犯人わからないのかな。グリーンオレン、今日もグリーンオレンジかな。いつまでのスケジュールが出てるのかな。ハチも、あ、え、あ、ハチもオレンジとグリーンで、キュウもグリーン。
ップル、11から19の、あ、13、ピンク、グリーン、あ、13は日向さんの生誕祭かな、16、16、アイアライブも20、21でしょ、あ、20、あ、間違えた、21、リハがでもあるんですよ。まだアイアライブのリハまだやってないけど、そろそろあると思うんですね、来週あたりには。今日まえさんの生誕祭、ピンクグリーンね、連続であります。ひなつさんの誕生日もう少しじゃない？少しやないか。あ、いや、そういうのはいける。お、ファンの方見に来てくれる、嬉しいですね。18は今日おしゃべり会、そうなんですよ、メールにも送ったんですけど、めちゃめちゃ私12月から年明けにかけて盛りだくさんで、なんか盛りだくさんな感じがしますね。うん、お仕事とプライベート、プライベートっていうか、そのテレビやら、テレビやらの、そういうクリスマスとかイベントやら、充実充実って感じで、もう嬉しいです94、ありがとうございます。なとちゃんバスデー、もう、え、結構もうやばいじゃん、そろそろだ。誕生日で何あげるか決めてないな、まだ。どうしよう、パッケージ読んでーす、パッケージ読ん、900は土曜日、まだです。日曜日か、日曜日です。これは沿道で、沿道ではさ、なんかコロナのあれであんまりね、見に行かない方がいいんだよね、確か。あと6日、
12月はちょっと盛りだくさんな12月からお正月盛りだくさん。あ、しいたけさん、やばい、今日待って上半期だ、どうしよう、しいたけさん上半期だ今日、やだやだやだ、どうしよう、ドキドキ、見る、だってめっちゃ緊張なんだけど、やばい超緊張、え待って上半期だよ今日、やば、え今日上半期だよね、まだ出てないかも、出てるのかな、上半期はまだ出てない説だよ、2022、あー出てるんじゃない、やばいやばいやばい、もう上半期来てるよ多分、やばい、ちょっと待って、とりあえず今週から行こう、今週から、うん今週のやつも出てるんで、今週は今週で見ますとりあえずね、はい、うわ出てるわ、シードキュラの上半期、もうとりあえず今週は水亀座、今週のあなたを分析、前回のもなんかすごい当たっちゃってたんでね、もう怖いぐらい出ちゃあ当てて当たっちゃってて、ほんとあやばかったよね、うん、はい、今週のあなた、小さな手応えを大切にのベージュが出ています、今週の水瓶座は全体的に急ぐより自分の足元を固めたい行動や思考のリズムをとっていきます、大きな話になってしまうのですが、ここ数年のあなたの行動を支えている原動力として不信力のようなものがあります、この不信力というのは人間不信とかネガティブに扱われることもあるかもしれませんが、今の水瓶座は物語は自分の手によって作る、他人任せにするとめちゃくちゃにされるみたいな手作りの執念みたいなものが燃えている、そもそもここまでの2年間ぐらいの年月も含めて作っては壊してとか大胆に整理をしながらとかゼロからまた考えるとかそういう悪戦苦闘をしてきてしまう水亀座以上にはあんまりいません、私は私でやる、何かそれが正解な気がするとあなたは燃えているのです、もうすごい長々と読んじゃいましたけど、とにかく私は私でやる、物語は自分の手によって作るという気持ちですね、多分気持ちっていうことだけど、まあ当たってますね、はい安定に当たっております、あなたは燃えているのです、メラ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 燃えておりますね、今週どうなりきるは、今週のあなたは無理はしないというのが原則になっていっています。うん。繰り返しますけど、今週のあなたは自分の独自性を大事にしてください。これはちょっと響きます。うん。
あなたは成功も敗北もそして調子の悪さも背負っていく気持ちがある。すごく不思議と水瓶座は今穏やかだけど激しい覚悟があるみたいな感じで、内面と外面が全然違ったものを持っているのです。うん、確かにです。ひろゆきさんありがとうございます。黒とベージュ、なるほど、黒とベージュね。とりあえずそんな感じですね。当たっております。でも今週も当たってますね。とりあえずまあ自分は自分でまあ無理せずに、無理しないで、一つ一つのステップや経験も大事にしていきたい気分なのです。はい、じゃあ上半期、いやもうやだよ、2022年上半期見ちゃうよ、やだ怖いよ、どんなこと書かれてんだろう。なんか結構マジで当たるんですよ、この上半期と下半期のやつは。かなり当たるっていうか、いやだいぶね当ててくるというかね、結構重要な感じなので、ちょっと見たい、見るよ、見たいと思います。よし、見ます。うおー、待って待って、どれだ、いた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 、うわねえ、やばい、なんか最初のちょっとタイトル的な、水瓶座のタイトル的なやつはプロ意識の爆発、私がこれからの答えを作っていくよ、みんな見ててねって書かれております。何ねえ、何、ちょっと待って、トップページこちらの文章書かれております。ちょっとねやだよ。水瓶座の皆さんへ、この2022年の上半期は多くの人にとっても特別なものになっていくし、特別だったものを取り戻していく時間になっていくと確信しましたって。どの星座の人も、どの人もね、多分。はい、2022年はこれまでの10年が終わり、これから始まっていく新しい10年の始まりの年になります。いつもより内容が濃い感じになっているので、ゆっくり読んでいただいたら嬉しいですって書いてあります。ちょっとどうなんの、2022年上半期の運勢は私のが、上半期の水瓶座、私の逆襲、チームの逆襲を表す赤が出ています。逆襲だってさ、今回の占い、いつも以上に言葉を選ばずに伝えさせてください。2022年の上半期の水瓶座、逆襲が大きなテーマになっていきます。うわーマジか、面白いものを、面白いものを見せていってやるよと燃えている。自分の周りにすげえを作っていかなければいけない危機感も持っている。
この2022年上半期はあなたとあなたの周りで再結集していくチームの力、これがもうすごいことになり燃えていきます。いつも以上に大きな怒りとそして楽しみを持って水瓶座の2022年上半期は幕を開けていくのです。うおー、だってチームの力っていうのもあるから、なんか、うん、いい、なんかもうすごいな、自信感あります本当に毎度のことですが、うん、でもなんかとにかくなんか赤が出ているって書いてあるんで、ちょっと結構本当燃えてる感じなんでしょうねきっとうん、赤なので多分割とこう情熱的な感じなんじゃないかな。守って、さ、次、これまでの水瓶はまさに旅のような10年間を過ごしてきました。あの、確かにそれは確かにですね。うん、旅のような、旅人のような立場で暮らしてきた部分がある。いろんな場所で自分を試してみたかった、旅のような10年間過ごしてきましたということで、これから先の10年間とは何か待って、ちょっと待って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 、やばいです、もう椎茸さん、椎茸さん、指針すぎ、指針すぎるワード来ました。これから先の10年間とは何か、それは地主とか激の、地主とか劇場主、劇場主みたいになっていくです。え、これはさ、劇場、え、大丈夫そう、大丈夫か、これはもう私に向けてるよね、大丈夫、支配人、支配人支配人か、これから先の10年間とは何か、それは地主とか劇場主みたいになっていくです。は、何それと言われるでしょうけど聞いてくださいって書いてあります。劇場ってワードがさ入ってるっていうのがちょっとありえん、ありえん、ありえん、うん、劇場ってちょっとさ、うーん、そのた、いろいろ世界を知るために、自分をたね、試していくために旅をこれまでの10年してきました、うん、あ、そういうことね。劇場主っていうのはなんか今後10年の間で、なんかそのあなたは、あなたの周りに面白い人や文化が集まる、なんか地主とか劇場主みたいになっていくって書いてある。うん、周りにだから、うん、なるほどね、表現をプロデュースしていくとか、見せ方や演出を考えるなど、表方裏方などさまざまな立場で表現に、さまざまな立場で表現には強く関わっていくことになるのです。おー、なんか職業柄なんか当たってるねー。
うん、表現かかるお仕事ですからね。あなたは、ある程度波乱の状態で幕開けした2022年上半期においてあなたはまず何をしていくのか。それはタイトルにあるように心のリハビリになっていきます。どの人ももちろんそうだったのですが、水亀座にとってもこの2年間で受けたダメージは計り知れなかったからです。あなたはこの過去2年間で大きな旅を中止せざるを得なかったし、あと周りにいる人たちを支えたり誰かのために問題を整理していったなど、縁の下の力持ちの作業をひたすら続けてきた。だからこそもう何にも感動しねえみたいな感じで心が洗っている面もあります。なるほどね。なんか自分が知らない間にこういろいろ心が荒んでる可能性が あるそうです。水亀座、まず自分のペースで、上半期はまず自分のペースで良いのです。遊びとかプライベートに目標を持ち込んでみてください。お、海に行って海風を吸う活動を再開させようとか、そういうので良いのです。遊びとかプライベートで目標、本当にこの半年間でやっていきたい、あなたの心のリハビリなんです。それさえやっちゃえばあとはもうやるべきこととやりたいことなんて勝手に見えてくるから。なんかそんな、あ、すさんだね、すさんでいる。なんかでも気楽な感じですね。ズッキーさんありがとうございます。なんかな感じ、ちょっと一安心だ。学んでいる人が結構長いんですよ。上半期の一気に椎茸先生が本当にめちゃめちゃいっぱい書いてくださってるのよ。これはみんな読むべきだよ。皆さん本当みんなね読んで損はないと思う多分。しいたけ占いのこの毎週は読まなかったとしてもこの上半期とか下半期のこの大きな節目のやつはもう見るべきですね。あなた激しさや熱さを前に出していきますよ。私たちがプロなんだよ。ここまで一貫して怒りによって突き動かされていく水亀座も珍しいです。2022年上半期怒りがベースになって発生した熱さとプロ意識
が生まれてくる。この時期のあなたは遊びでもプライベートでもお仕事などの面でも本気でヤバい人とすごく大きな役割が、チームを組んでいきます。本気でヤバい人って、本気でヤバい人っていうのは突然殴りかかってくるとかそういう人ではなくて、見せなきゃねという感覚を持っている人、そこに対する手間を惜しまない人、楽しむということに対する要望がきちんと高い人です。そういう人となんか熱さっていう、熱さっていうのかなおいおいおい、熱いって読むよこれ。でもそういう人となんか関わるっていうか、なんか関わっていくし、そのチームを組んでいきますって書いてある。でもそれはちょっと嬉しいことですよね。あなた自身さまざまなシーンでプロ意識を発揮していきます。プロ意識ってね、難しいですよね。クールさの中にきちんと執念、クールさの中にきちんと執念の炎を燃やす。2022年の上半期は悔しさが前面に出てしまって良いです。自分に嘘がつけないのがあなただから、めでたしめでたしじゃないんだよとちょっと嫌なやつになっても良い気がします。だってちゃんと見てください、ぜひみんな。めでたしじゃないんだよとちょっと嫌なやつになっても良い気がします。なるほど、この言葉を忘れずに。ちょっとね、本当これから上半期が始まっていくからね、2022年になってね。そう、これがどう当たっていくのかっていうところですから、みんなちょっと忘れないで。おこ、よたちさんありがとうございます。さゆにと雪だるまと雪の騎士、水亀座はまたね、このもう一つ、水亀座は殻を脱ぎました。最後に失礼なことを言わせてください。あなたは必死さの中に、混乱の中に、必死さの中に、混乱の中に、面白いことになってきたと思える不謹慎さを持っています。そして限界超えました。ということはここからがスタートですね。みたいな偉大なる魔女精神、魔女精神を持っています。いろいろな限界の現場を超えてきたあなただからこそ、見えてくるものがある。中断していた旅と学びを再開していってください。そしてあなたは本物になれる人です。だから手間を惜しまず、近道だけではなくて時にはつまんねえなこれと思うこともやってみて、きちん
ちんと攻める、きちんと守る、あなたはそれがちゃんとできます。飛び立て水亀座おお、仕事行ってきます、いってらっしゃい。いや、なんか椎茸さん結構前向きなことね、どの星座の方も多分ね前向きに背中を押してくれてると思うんだけど、心強いよね。確かにね、逆境に燃えるタイプだから合ってるのでは。いや、そうなんだよね。必死さの中に、混乱の中に面白いことになってきたと思える不謹慎さを持ってるそれ、これはね本当にね分かるんですよね。分かっちゃうのよ、分かっちゃうっていうか、もうそういう性格なんですよ。なんかそうね、仕事運はどうなる、仕事運どうなんだろう。あなたのテーマはもう一度人から学んでいきたいです。だって学んでいる人から学んでいく、おお、自分は営業をやっているけれど、このデザイン教室の主催者が言っていることは営業の本質と一緒だとか、多分野の世界の人にも共感し、そこから学び取っていく意欲がかなり貪欲になっていくのです。おお、でもこれはちょっと当たってるんじゃない。なんか、演技の演技レッスンもね、先週から初めてやりだしたし、なんかあるかも。必死で前を向こう、変わり続けようとしている人から真摯に学んでいくことが仕事運にもかなり密接にリンクしていきます。嫌いとか苦手に対してどう対応していくか、どういう姿勢で向き合っていくかが試されるようなところがあります。ふむふむ、情報ではなくて人から直接学ぶ時間を取り戻そうとしていくので、貪欲に、そして地道に。上半期に入る前に頑張りすぎて燃料切れを起こしている水亀座も多いので、そういう時はプチ引退ごっこをやってくださいえ、引退して思う存分温泉に入るとか、そういう引退後にやる儀式を先取りしてやっていってみたいな。と、上半期に入る前に頑張りすぎて、だから12月燃料切れ起こさないようにということですね。月ごとのアドバイス、1月閉ざされた世界を後にして、なんだこれ、ラッキー月、ラッキー月5月、私は自由です。ラッキー月5月だって。閉ざされた世界はあったんです。1月は「あなたの周りでも人や物の整理とか担当者が変わったり新規の風が吹いてくる月」。2月は何だ、イメージで明日予告みたいな、どこかこの時期の水瓶座はうちに秘めてるものをやっていくとか、極秘計画みたいなことをもやっていく
2月は難しいと感じたことも自然に達成していっちゃうことが多いので、やっぱり私は天才なわけよと自分を上げていってくださいねお、でもこれすごくない？もうその月ごとにも細かく書いてくれてるんだよね。椎茸からの魔法のメッセージ、魔法のメッセージ。あ、年々水瓶座の占いを書いていてすごく不思議に思うことは、年々あなたは自由になってきているのです。常識や普通が面白くてためになるのなら従う、でも個人の生き方を圧迫するようになるのならもっと違うやり方を取っていってもいいんじゃないか、もっと面白いことがあるんじゃないか、素朴に自分の生き方を追求していっている。上半期は中断してなかなかできなかった祭りを復活させていきます。何の祭りだうん、正解のない時代においてあなたは強い。だから何かをやってみてから考える、誰かと会ってみてから考える、本気で遊び本気で学んでいって、うん、昔のままで良いところもあるし変えていかなければいけないものもある、あなたが体験して答えを作っていってくださいとのことです。もうなんか自分で作っていくんだね。はい、水瓶座はなんか自分自身が体験して答えを作っていくという、自分の行動、自分が行動してっていうか、自分をこう信じて行動し続ければいいんだろうな。ソミザイ心がいいねな。アスカさんありがとうございます。シイタケさん何者なんだろうな、すごいよね。その水瓶座、私は水瓶座だけど他の星座の方もちゃんともうね、うわ立ってるわっていう人もいると思うし、めちゃくちゃ多分細かく分析されてるからすごいなよ。長津さんありがとうございます。本当にやっぱりなんか上半期占いライブなんかあったな、下半期ライブもあったね、なんかお話し会とかぶっちゃってたね私。水瓶座は12月15日6時50分から7時5分インスタライブ、だって15日6時50分から入れるかな。
椎茸、いやそうだな、椎茸占いの椎茸先生の本か買わなきゃだよね。いやーすごいよ。いやマジで当たってんだよ。すごい、みんな多分当たってるっていうね。この上半期はね、もうすごいからね、みんな注目してますから。うん、占い好きの人がすごい注目してるものですよ。的中率すごいよね。いやーな、どうなってくんだろうね、ほんと。まあ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 、占いですから、うん、占いですから、これ通りにいくとは限らないしね。なんかそのなんて言うんだろう、こう分析はしているさ、してくださってるけど、やっぱこの自分の行動で変わっていきますから、うん、行動あるものみですね。いやーどうなっていくかね、2022年もね。まあまあなんとかなるとは思うんですけど、なんとかなるっていうか、健康で1年ね、またこう過ごしていければもうそれだけでまあね、幸せなことですからね。うん、いやー なんか特に大きな病気にもかからない一年にしたいね。また結局はね、結局はそこよね。まあこのどの人にも当てはまるのはね、まあ、楽しみだ。うん、すごいわ。なんかもう2021年終わっちゃうんだね。でもうん、あっという間に、もう意外と忘れちゃうね。占いってさ忘れちゃうくない？だって2021年の下半期とかも多分占い見たのよ。見てる、見たんだけど記憶残ってないもんね忘れちゃってるから、もう結局ね、そのうん、占い見てよし頑張ろうっていう気持ちになるんだよ。それが大事なんだろうなって。うん、その後はこう気にしすぎてもあれなんで、そうそうそう、忘れちゃうもんですよね。当てはまりすぎてなきゃ、うわー、え、あた、なんかさ、これをさ読み返すとさ、当たってる、当たってるわってなるかもね。その読み、なんていうの、下半期もう一回読み返してみると、こういう時期にどんなこと書かれてたんだろう。そうだ、これ私、あ、水瓶座は
私はまたみんなと一緒に心を震わせていく、この世界に感動を取り戻すって言ってるよって言ってるよ。しみたけさんは2021年下半期、下半期が12月までだもんね、まだありますから残り。うん、あ、そうだ、下半期は水瓶座は結構私覚醒中ですを表す黄色が出ています。だって覚醒してたかな下半期。私どう、ファンの方からしてどうだ、客観的、ま、自分的には分かんないじゃん、ファンの方からしてるそう見えてたかな。あなたの覚醒は悔しさとともにありますって書いてあるわ。うん、どこ当たってるんだろうな。それでもしできたらこの時期、あ、悔しいというセリフをいっぱいつぶやいてほしいのです。このセリフの中には純粋さとか負けん気の強さ、そして毒なんかも入ります。言われてましたね。消化不良は嫌な。12月でもラッキー月になってんだよな。12月がねラッキーな月なんだって。2021年の今月ラッキーな月なんだよ。うん、そんなあなたはこの12月に報われたり、あと高い評価を受けることが多いです。自分の好きなことだけは全力でやりたい、だからもっともっと難しいことにもチャレンジしていきたい。あなたの全力性とか向き合う人に重さを伝えない配慮とか見事でした。今年をやりきったあなたは本当にすごいです。自分を誇りに思ってください。だってさって書いてくれておりますね。12月のこととまあ下半期ね、2021年、まあとりあえず上半期は出たんですけど、下半期まだ終わってないからね。12月ね、とりあえず終わり良ければ全て良しだから、まあ2021年のこの12月のラスト1ヶ月をね、気抜かず手を抜かず最後までね、今年1年最後まで全力を尽くすのみですね。フェイスさんありがとうございます。はい、ということでそんな感じのしいたけ占い、ちょっとまあね、ほんとしいたけさんに背中を押されております。ということで今日の公演もまいさんの生誕祭頑張りたいと思います。そろそろ終わるのでランキングを見ます。13位 PKS さん、12位ノーさん、11位青鷹さん、10位チェ・ジンヨンさん、9位フォグペグさん、8位 34CP さん、7位ひろゆきさん、6位アスカさん、5位クロちゃんさん、4位ヨタアチさん、3位ミニさん、2位ナオさん、
1位たかぴさんです。ありがとうございます。はい、ということで公演で公演ね、よろしくお願いします。皆さん久々の公演、七色公演よろしくお願いいたします。頑張ります。じゃあね、みんな公演終わってまた夜配信をすると思うので待っててください。バイバーイ、ありがとう。